後藤輝樹です、元カトゥーンの田口淳之介さんと、女優の小峰玲奈さんが大麻、所持していた疑いで、逮捕されました。大麻取締法違反ですかね、逮捕されました。まあなんていうんですかね、そういう人だから、カトゥーン、僕カトゥーン辞めたとか辞めたのは全然よく分からなかったんですけど、そういう人だからジャニーズ事務所のカトゥーンを辞めたのか、もしくは辞めたからそういう風になっちゃったのか、まあ、それちょっとよく分かりませんけども、いずれにしても、まあ、こういうのよくあるじゃないですか、まあピエールさんとかもそうでしたけど、ピエールさんの場合はコカインだったんですが、一応まだなんかミュージシャンとか俳優さんとか続けていらっしゃるそうですから、その田口さんとか小峰さんをね、応援してる人ってやっぱいると思うんです。だから、まあ、俺も応援していただいてるし、こういう見てもらってね、応援してもらってるんですけど、やっぱこういう形になると、なんか応援してる人を悲しませることになるじゃないですか。だからそこをやっぱ考えてほしいなって僕は思います。僕は子供の頃にね、タイマー、吸ったことあります。まあ、もう今は全然やってないですよ。今はやってないです。だって今さ、違法なことしちゃったらさ、お前ら悲しませることになるじゃん。で、俺は別に大麻、吸うこととか、俺大麻産業を、日本の大麻産業を復活させたいと思ってるから、大麻って、その、まあ、洋服作ったりとか、エネルギーの原料になったりとか、夢のその産業って言われてて、大麻を、その、大麻産業、日本はもともと大麻産業が発展した国だけれども、戦後負けちゃったから敗戦して、大麻取締法というなんか、大麻を悪いものっていうふうに位置づけられてしまったんですよ。GHQ アメリカとかに。で、アメリカの石油製品を売るために、大麻産業を潰されたんです。日本の大麻産業を潰されたんです。だから俺は大麻産業を復興させたいと思ってるんです。で、それとさ、大麻吸引かどうかちょっと、話は別だけど、俺は元々大麻産業を復活させたいと思ってるんですよ。神社のさ、こう縄とかも大麻で、作ってたけど、今もう中国産とかになっちゃってて、悲しいなと思ってるんですけど、で大麻吸引に関しても医療用大麻とか OK になってる国とかたくさんあるんで、僕吸引に関しても僕は問題ないと思います。で、僕自身もその子供の頃とか吸ったことあるし、俺買ったことはないよ。そう、前、だってあるでしょ、お前らも。そんぐらい。タバコ吸うのもお酒飲むのもさ、大麻するのも一緒じゃない。って、タバコもダメなんだから。未成年の時、タバコ吸っててさ、隠れて吸ったりするだろ、タバコとかさ、お酒とかさ。大麻もダメなんだから、もう同じようなもんじゃん、ガキからしたら。そういうのやってて、やっててっていうか、俺、積極的にやってないよ。積極的にやってないけど、たまたまその場でそういうのがあって、どんなもんかなっていう社会経験としてさ、どんなもんかなってやったことあるけど、だけど、今の俺がやったらそれダメじゃん。もう完全にアウトじゃん。昔もダメだよ。昔もダメだけど、今、その、俺政治家目指してて、そういうことやっちゃもうアウトじゃん。お前ら悲しませることになるじゃん。だから、高木沙耶さんとかいたじゃん。タイマー。医療用タイマーを、普及させたい、推進させたいって言って選挙に出た人がいるけど、その人今もタイマーやっててるわけじゃん。それってダメじゃん。それは法律を守んないと俺ダメだと思うの。ちゃんとそういう、刑罰、下されちゃうわけだから、犯罪なわけだから、それはやっちゃいけないと思うの。だから俺は、タイマー吸引するのも別にいいと思ってる。覚醒剤はダメだよ。覚醒剤とかはダメだけど、タイマー吸引は俺、体に優しいっていう風なネット情報があるから、医療用大麻としてあるから、体に優しいんだと思う。タバコよりも。タバコよりもいいと俺は思ってるから、大麻吸引も認めるべきだし、大麻産業復活させたいと俺は思ってる。だけど、俺が今、その法律でダメとされてる中で俺が吸うのはダメだと俺はもう当然思ってるし、俺はそんなことしないし、でもそんなことやってたら俺悲しませるわけじゃん。だから、その高木沙耶さんも、もしね、医療大麻普及させたいんであれば、やっちゃダメだよって俺は思ったし、で、もし本当に医療大麻普及させたいんであれば、別に逮捕されたからといって、その志を諦める必要ないし、普及させればいいのに、なんかもうやめちゃうっていう、そんなもんだったのかなって俺は思っちゃう。俺は大麻やらないし、
だけど俺は大麻産業復活させるし、大麻吸引も OK な世の中にしたいと俺は思ってます、うん、だけどそこで今俺が大麻やってたらダメじゃんか。大麻じゃなくても他のなんか犯罪もう捕まるようなことやっちゃダメじゃんか。やっちゃダメじゃないって。でもさ、まあ赤信号とか渡っちゃうしさ、タッチションとかもしちゃうこともあるから、ちょっとなんとも言えない、ちょっとなんとも言えないけど、ちょっとなんとも言えない、そんな俺綺麗な人間じゃないからなんとも言えない、うん、赤信号渡っちゃうしさ、もうだからちょっとなんとも言えないけど、大麻はそこはさ、デリケートだからそこやっちゃダメじゃん。例えばさ、ネットとかでもさ、なんか上がってるやつ見ちゃうだろ、なんかテレビ見逃したとかさ、そういうのあるじゃん。そういう時 YouTube とか見ちゃって、それもさ犯罪みたいなところあるじゃん。だから俺見ちゃうから、ちょっとなんとも言えない、ちょっとあんまり綺麗に言い過ぎたごめん、うん、俺見ちゃうから、うん、だからちょっと難しいけど、でもちょっとタイムはちょっと違うじゃん。タイムはそこさ、は違うと思うじゃん。なんて言うんだろう、違うってなんだろう、そのなんか、うん、ちょっとどうなんだろう、でも、俺はでも、それは、俺は、うん、そこはやっちゃいけないと思うんだから。やっちゃいけないって当たり前の話してんだけど、うん、だからバレないからいいとかじゃなくて、筋の問題っていうかさ、応援してくれる人たちがいるわけで、その田口さんとかも、ピエールさんとかでもそうだけど、そういう、例えばピエールさんの場合、そういうことをしたかために、いろんな、経済損失だとか、いろんな人に迷惑かけちゃうわけじゃんか。そういうのを想像したら、これはやっちゃいけないっていうことってあるじゃんか。ちょっとうまく伝えられなくて申し訳ないんだけど、うん、なんつうんだろう、うん、そうそう、だから、いろんな人のことを考えたとき、自分がこれやったことで誰かを悲しませるのかとか、そういうのを考えて、ちょっと行動したらどうなのかなって僕は、思います。ということで、後藤輝基より愛を込めて、お前ら、愛してるぜ。